皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と萌衣です。本日はですね、明治大学の情報コミュニケーション学部の、倍率だったり内容っていうところを、ちょっとフランクにお話ししていければと思っています。出ました、情コミですね。はい、結構行きたい人多ないですか？多いですね、多いけど情コミは特殊で難しいんですよね、なかなかっていうところがあるんで、なんかなんでちょっと受かりづらいのかとか、対策がね、なんか多少他の明治とか明治とも違う気がするんで、そのあたりをお話ししていければと思います。またですね、このチャンネルでは総計マーチカンカン同率の入試情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、明治の情コミュなんですけれども、倍率だったり、得点ボーダーですね、どんぐらい取ればいいんだっけだったりとか、配点みたいなところ、概要ですね、どうなってるでしょうか？先にじゃあ概要から伝えさせていただくと、明治の中だとですね、唯一ですね、全ての科目が同じ配点比重で構成されてるんですよね。1対1対1と、ほとんどの学部がだいたい150、100、100の構成なんですけど、100、100、100っていう構成になってます。でこれ後ほど話すんですけど、明治の情コミやっぱり国語がクソむずいんですね、なんでその国語に結構力入れてるんだぞとか、国語できる受験生求めてるぜみたいなのが、もうこの配点比重からも結構見て取れますよね。いやそうですね、ちょっとマジで珍しいですよね、し問題もむずいというところで、その他倍率だったりはいかがですか？倍率に関して言うと、大体2022年 4.4 倍、で2023年が 4.7 倍なので、明治大学の中では基本的にはオーソドックスな倍率になってるのかなと思ってます。そうですね、今年なんかちょっと高いねぐらいの感じですかね、そうですね、近年4倍に大体落ち着いてるので、今年も大体 4.7 倍かとかになるんじゃないかなと思ってます、ありがとうございます、はい、で気になるボーダーですね、問題めちゃめちゃむずいじゃないですか、じゃあ何パーセントぐらい取ればいいんだっけみたいなところはどうですかね、そうですね、2022年が合格ボーダー 62%、この年やっぱり結構難化してたんですね、で2023年が 67% になってるので、高いね、そうですね、例年のやっぱデータ見てても3科目 68% っていうのが1個基準になってくるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます、あの問題で60後半は結構ね、結構むずいです、難しいですね。マーチの中だとやっぱ早期に近いレベルで全ての科目が出題されてるような学部じゃないかなと思ってますね、そうですね、明治のこう学生さんとか通ってる方の中でも、なんか情コミュって看板のイメージあんま多分ないんですけど、結構個人的な難易度の所感で言うと看板と変わんないというか、看板学部の例えばなんかよく出てくる政経とか小とか、その辺り法学部系とかは結構なんか受けやすいじゃないですか、問題傾向も似てて、その点情コミュ結構変わってるんで、単体の難易度で見ると、一番高い人も相性によってはいるんじゃないかなと思うので、しっかり対策してもらえればと思います、じゃあちょっと英語からなんかどういう構成でどういう問題なんでしたっけみたいなところを聞いていければと思うんですけど、英語はいかがですかね。まずそうですね、構成としては大問3題で構成されてまして、大問1、2が英語長文ですね、で大問3が会話問題で、試験時間が60分になっているので、大問3題を60分で処理するっていうのは結構処理速度試されるなっていう所感ですね。整形に似てますね、スピード求められるっていうのは。そうですね、いやそうですね、なんかちょっと特筆すべき点、なんかこういう問題が出るよとか、こういうところはなんかスピード感持ってやりたいよみたいなものありますか？そうですね、なんか情コミに関して言うと、大問さんをいかに早く処理できるかっていうのが結構合格握るんじゃないかなと思ってまして、例えば大問さんでもう20分かけちゃうと正直落ちちゃうんですよ、なんで大問さんで10分から15分以内に終わらせるっていうのが1個コツかなと思ってまして、そうですね、そうすれば残り45分で大問2台しっかり戦えるので、45分あればそれなりに配点取れるんじゃないかなっていうところで、まずは時間配分ですね、ここ1個気にしようっていうところと、あともう1点がですね、やっぱこう英語長文の難易度が結構高い状況で、20分で処理する割にはある程度精読力と速読力と、あとは多少のこう文法力というか、英語長文読む上でのこう知識ですね、語彙とか、その辺が試されてくるので、やっぱり20分で処理する割にはいろいろ聞いてくるなっていうのが所感になりますね、いやそうっすね、結構こうね、まだこの時期だと皆さん、結構設問を見てそこの部分でパッと答えようとする人多いと思うんですけど、情コミの長文はどっちかというと文章本当に理解できてるっけっていうような聞き方が多いんですよね、これってつまりどういうことですかっていう問題があったりだとか、で会話もすげえ嫌なのが、例えば2023年度で言うと選択肢が5つあって、
こう会話文の中に8個穴があるんですよね。それぞれどこに入るでしょうみたいな問題なんですよ、うん、4択とかじゃなくて、それ1個ずれたらもう全部ずれますね。そうなんですよ、うん、1個間違えたら強制2個は間違えるってなっちゃうんで、うん、なんかこう感覚として4択どんどんパッパ回すんじゃなくて、ちゃんと読めてるんだっけっていうのがそこでも求められたりしてるので、うん、結構スピードとちゃんと読む精読力みたいなのは今言ってくれた通り必要だと思うんで、うん、そうですね、うん、もうじゃあこっからの時期じゃ何やればいいんだって話だと思うんですけど、うん、はい、何やればいいですかね。そうですね、まあ解釈だと英文10個ゲまではやっておきたいところですね、うん、で単語に関して言うと正直一冊完成してるのは当たり前みたいな話になってくるステージなので、うん、まあ、ターゲットでありシスタンリープみたいなところはもうマストで固まってるよねっていうところになって、うん、余力があれば2冊目ですね、文で覚える単熟語っていうのを行いたいです、はい、やっぱりあの速読力試されるので文単とかで結構ねシャドーイングとかして速読力鍛えていくっていうのも大事ですし、あとはまあ英語長文の問題集ですね、うん、この辺はルールズの3とかポラリス2、3ぐらいのところまでやれると結構威力持って戦えるんじゃないかなっていうのが所感ですね、はい、ありがとうございます。なんかもう英語だけでお腹いっぱい感あるんですけど、よく見ると大変なのは国語と社会もですからね、選択科目もなんで、ね、ちょっとそこのあたりもお話ししていければと思います、うん、そうですね、国語ですね、これちょっとまあどういう構成で、はい、難易度はどうだみたいなところをお話しいただいていいですか、うん、はい、国語に関して言うと、まあ、これも60分でですね大問3題になってまして、うん、現代文2題と古文1題っていう形になってます。で、まあ、特にですね上込みで一番こう注意したい点としては、うん、評論文がですねここ2年間出てないんですね。おー、はい、マジで早慶マジで唯一ぐらいじゃないですか。そうですね、うん、なんか基本も評論出して小説出ないっていう大学がほとんどだと思うんですけど、上込みに関して小説が絶対出るんですね、うん、とか随筆っていうのがマストで出てくるので、はい、まあ、今年もねおそらく出るだろうっていうところで、うん、なんかなかなか評論文の対策はしてるが小説の対策はしてないっていうマッチ棒の受験生多いと思うんですね。そうです、うん、なんでまずはまあ対策的なところになってくるんですけど、うん、しっかり教典のまず小説はしっかり点取れるぜっていうところはもちろんマストで、はい、起きつつもやっぱり過去問演習っていうのが結構有効になってくるので、他の参考書で進めていくというよりかは小説は基本的に過去問5年分とかをしっかり回してその辺で対策していくっていうのがよりあの効果的じゃないかなと思ってます。そうですね、はい、こう、まあ、見たんですけど共通よりちょっと難しいです、うん、ですよね、ですね、抜き出し問題とかもあるんで、うん、そうですね、まず共通をしっかり仕上げても過去問どんどん年内ぐらいにはもう回せるぐらいにしたいなと思うので、うん、ここもしっかりやっていただきたいですね、はい、しかも現代文2個に古文1個、うん、時間も結構シビアじゃないですか。やばいですねこれはきついですね、うん、あっくびしてたら終わりますねいや本当にそうですね、共通テストの現代文2つと古文1個を本当に50分から60分でちゃんと仕上げれるぐらいの、うん、速度感求められる気はするんで、それこそもう国語1回読んでまた読み返すこととか多いじゃないですか、うん、そんなことしたら時間絶対なくなっちゃうんで、はい、相当処理速度試されてるなっていうのは、そうですね、感じですね、1回でできるだけ理解して読み切るみたいなところはね、これやっぱり練習とか参考書で詰めていくしかないと思うので、そうですね、この時期結構まあ英語と社会に時間取られて国語に手回んない子多いと思うんですけど、上込みをちゃんと目指される方であれば国語にもね、まあ一定少しは時間ちゃんと割いて対策してほしいなと思いますね、はい、じゃあ最後に選択科目ちょっといきますか、うん、選択科目は、まあ、難易度だったりはいかがですかね。そうですね、これもやっぱマージだと最難関レベルに難しいところになってきまして、はい、まあ、例えばですね法政大学っていうのが結構語彙レベルが、うん、語彙の問題が結構一問一答チックな問題を聞いてくるような大学なんですが、はい、明治の上込みになると、うん、結構時代背景本当に理解してるのかっていう内容一致問題とか、はい、正誤問題っていうのがメインで出てくるんですね、はい、なんでただただ一問一答やってますじゃ絶対取れない問題が出てくるので、しっかりこう教科書の内容が頭入ってるのかとか、この時に何が起こってみたいな時代背景ですね、うん、そこがしっかり整理できてる受験生じゃないとあのレベルで戦うのは結構むずいなっていうのは結構肌感としてあります。そうですね、うん、こうなんかまあ難しいなって思いつつ、あの赤本の解説とかって結構辛口じゃないですか、うん、そうですね、なんか赤本の解説だったらなんて書いてあるんだろうと思ってちょっと確認してみたんですけど、日本史も世界史もやや難から教科書レベルを超えているみたいな記載があって、うん、これ赤本のやや難って多分受験生のみんなからしたら難なんですよね、うん、難しいっていうような基準なので、間違いないですね、うん、そうですね、そこももうしっかり対策していかないとっていう
ところと、うん、例えばまあ数学とかに関しましても、あの明治の中でのオーソドックスなレベルなので、まあ、マーチン文系数学でいうと、まあ、やや難ぐらいの難易度にこちらもなってくるかなというふうに思うので、うん、こうやって3科目見てきましたけど、うん、やばいですね、ちょっと難しいですね、うん、これなんか抜け漏れがないというか、うん、やっぱり2科目得意ですよ、受からない大学なので、うん、まあ、3科目は最低強手で8割は超えるよねみたいな、ね、まず基礎がありつつ、うん、でそこで過去問演習で明治の上込みレベルを詰めていく必要があるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、うん、なんかもし英語が結構得意で、うん、なんか明治とか青学立教あたり行きたいなっていう人は無理に上込みを受けなくていいと思うので、うん、そうですね、ので、うん、結構まあバランスよくできて、かつ上込み行きたいんだっていう人はもちろん受けてほしいんですけど、どの科目も意外とバランスよくできてるなっていう人は、うん、まあ、ぜひ対策して受けてみるのもいいのかなと思っているので、うん、そうですね、参考にしていただければと思いますね。あと、あの近年やっぱり上組受かってるあの受験生の特徴とか見てると、はい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 、圧倒的にやっぱ国語強い人が多いんですよね、うん、なんで今ちょっと国語が本当にできない、足引っ張ってるって人は正直出願から1個外した方がいいかなと思ってまして、うん、ある程度国語は強いけど英語がちょっと今伸び悩んでるとか、うん、あの世界史日本史が伸び悩んでるって子ほど残り期間は対策すればなんとかなる部分もあるので、うん、結構上込み向きやったりします。なるほどなるほど、うん、そうですね、まあ、ちょっとそのあたりも参考にして選んでみていただきたいところですね、はい、とはいえね、上込み行きたいけれども、うん、結構まだ壁かなり感じてるとか、はい、これどうやったら乗り越えれるんだろうって思ってる方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、そういう方はですね、ぜひ下記概要欄から公式 LINE を追加していただければ、無料コーチングといってね、あの受験のプロが1対1で相談に乗って計画立てるっていうことをやらせていただきますので、お気軽に連絡いただければと思います、はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。現在逆転コーチングでは無料で受験コーチングを体験できます。このままで早慶マーチに受かるのか不安って方はですね、ぜひ概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。